岩倉小田氏の家老、山内森豊の三男として生まれる。父、森豊が死去、山内一族は離散し流浪生活に入る。主君であった山岡景隆が信長の元より出奔したため、信長の配下に入る。姉川の戦いで初陣を飾る、千代と結婚。朝倉方の猛将、三田崎勘右衛門を討ち取り、武功を挙げる。長篠の戦いに、豊臣秀吉に付き従って参戦。中国攻めでは、秀吉の直臣として同行、播磨国、宇根に700石与えられる。摂津伊丹城攻めに参戦。長女であり、山内一豊唯一の実子となる米が誕生。